グリュックスブルクはドイツ最北端の小さな町。シュレースビヒホルシュタイン州のシュレースビヒフレンスブルク軍に属し、フレンスブルクの北東にある人口6124人、バルト海の入り江であるフレンスボーフィオルドの南側にある、フレンスブルクからは北東におよそ10キロメートル。町はもともと1863年からのデンマーク王家で、 1905年からのノルウェー王家であるシュレスビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク、グリュックスブルク家の土地だった。グリュックスブルクにはドイツ海軍の基地がある。基地の施設の中には送信機コールサイン DHJ58 がある。北緯54度50分、統計9度32分に位置する DHJ58 は2002年に 超波周波数 68.9kHz での送信を停止し2004年に超波アンテナは解体された。グリュックスブルクには北ドイツ福音ルター派協会と南シュレースビヒデンマーク協会のプロテスタント改修がある。ドイツ語を話す福音ルーテル教徒は1960年代までグリュックスブルク上の礼拝堂を使用していた。 1963年から1965年にかけてグリュックスブルク復活教会が墓地の端に建てられた。グリュックスブルクデンマーク教会は1954年にポリニナルイに建てられた。フレンスブルクの悲しみの聖母教会の教区に属するカトリックのグリュックスブルク聖ローレンティウス教会はベルクシュトラーセにある。新首都教会は 財政上の理由で2006年10月に閉鎖され、ミュルビクの新首都協会に組み込まれた。1978年撮影、カイウベフォンハッセルグリュックスブルクグリュックスブルク、復活協会チズム、ヒュー、エド、グリュックスバーグ、エンサイクロペディアブリタニカ、ケンブリッジユニバーシティプレス。ありがとうございます。